久しぶりに肉時速計測してみたくなったので、1時間本気で周回してみました。今回使った編成はシエテ1ポチタンチェーンです。今動画で流しているやつですね。古戦場前は安定しねえなとか言っていましたが、クリメオンを採用して、シエテとネオンの指輪耳飾り厳選したら安定して届くようになりました。しかし、エスタリオラが被弾せず、かつ、主人公の HP が 80% 未満になった時だけ倒せませんでしたが、1時間で2回しかなかったのでそこまで気にはなりませんでした。さて、1時間でどれだけ肉が集まったのか見ていきましょう。579戦で2384個でした。大きなミスはなく、先ほど言ったように2回倒し損ねたのと、認証が1回来たぐらいですね。一戦あたり 6.2 秒の周回で、リザルトを見てみると、4秒、たまに5秒で安定して周回できていました。1時間ぐらいならば集中して肉集めできますが、これ以上やっているとミスがどうしても多くなってきますけどね。少し話はそれますが、周回における腱鞘炎関連の質問が意外と来るのでここでまとめて回答しておきます。周回で手首などを痛めないコツとしては、まず、力を抜きましょう。そして、PC の場合はマウスをなるべく動かさないようにし、スマホの場合は指でスマホを支えないようにしましょう。また、腱鞘炎になりやすい人は、マウスが自分の手の大きさに合っていない可能性がかなり高いです。経験上、小さいマウスを使ってしまうと、特に手にかなりの負担がかかってしまいます。そして、机と椅子の高さもいい感じに調整しておきましょう。高すぎても低すぎても肩が変な位置で固定されてしまうので、すぐに痛めてしまいます。ということで、今回は肉時速計測動画の予定でしたが、なぜか腱鞘炎についても少し話してしまいました。実際、1時間とか2時間程度の作業で、普通は手を痛めることはないので、痛みがある人は早急な改善に取り組んだ方が良いです。グラブルの周回だけではなく、普段の PC での作業でも同様です。放置しておくと重症化するケースもよくあるみたいです。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、